はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、ついにですね、まあ、十二獅子の開局というカードが解禁されまして、まあ、これが三積みできるようになりましたと。さすがに最強。このカードね、まあ、解説動画でもやりましたけども、自分のフィールドの表側表示のカード、まあ、自分のこのカードでもいいんだけど、を破壊して、デッキから十二獅子モンスター一体を特殊召喚するよという効果がありましてですね、これまあ、召喚権を使わずに十二獅子が、展開できるということで、まあ、さすがにクソ強いんですけど、このカードを、今日は、まあ、懐かしの十二勇者デスフェニデッキに、ぶち込んできました。はい。十二獅子の勇者デスフェニデッキっていうのは、多分マスターデュエル、でも始めたて、サービス開始当初くらいの頃に結構活躍していたイメージがあるんですけども、勇者と、いうギミックと、あと、まあ、十二獅子。っていう、ギミックに、まあ、その、デスペニが出張してるっていう、アナコンダからのデスペニとか、フュージョンデスペニとか、この辺が出張してるっていう、まあ、そういう感じの、デッキになっていまして、で、ここに、まあ、開局が入ったイメージですね。これ、開局のね、パワーがやっぱ高くて、これ、もちろんね、先行で召喚権使わないで、十二獅子特殊召喚できるっていうのももちろん強いんですよ。まあ、結構その、未来竜王ホープとか出せますし、まあ、未来竜王ホープデスペニみたいな場面にもなるからね、強いんですけど、やっぱね、真骨頂はね、高校で使った時がすごい強くて、これ開局通った場合なんですけど、召喚権使わないで6歳のアーゼス出るんですよ。このデッキ。召喚権使わないで、しかもモンスター効果を使わないで。だから、相手が除去効果ないと、マジでアーゼウスで積みます。例えば、草取りのデッキとか。ああいうデッキってなんか、その無効効果とか除去効果って、まあ、アライズハートの3世代とかだったらあるんですけど、そのぐらいじゃないですか。育ってくると、その開局一番で積んだりするんですよね。開局で、十二獅子出してきて、十二獅子のモンスターに上か、適当に重ねるんです。ワイルドボー、ダイラタック、で、ワイルドボーの上にドランシア、タイグレス、ライカ、ハマーコング、アーゼウスってやると、6素材のアーゼウスが出るんですよ。これめちゃくちゃ強いんですよね。なんで、まあ、もちろん先行で、ドランシア出しても もちろん強いんですけど、高校まくりがマジで強くなってるんで、まあ、このカードね、結構強い、最強と。言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、一応ちょっとギミックで引いたら嬉しくないカードがいくつか入ってるところが、まあ、若干の懸念点ではあるんですけどもね。はい。まあ、言うてね、そのギミックでそこまで妨害をなんかその456妨害用意できるっていうデッキじゃないんで、ある程度の手札誘発は必要というか、まあ、ハイオフだが必要だと思ってまして、まあ、フェンリルとか、まあ、ウララガンマエフェクトベラ無限保養みたいな、こういうカードが入ってますというところですね。まあ、準構築にしても強いとは全然思いますけど、はい。まあ、今回はちょっと懐かしのデッキを、持ってきたというところで、12勇者デスペに分回していきましょう。デュエルスタンバイ。モルモラット1枚だとちょっとあれですよね、なんかパワーを感じないというか、これ2枚以上になったらね相当強いんでしょうけどね。モルモラット君あんまり1枚だとそんなに仕事しないかなっていう、まあ、一応召喚成功時の方が強いけどな。はい。でマホトラップゾーンに一応勇者を置きまして、でラム召喚しましょうというところで、まあ、誘発とか、まあ、相手のね、妨害札を割と貫通していけるっていう意味では、まあ、勇者入れられるんでこのデッキ、まあ、すごい強いなと。久しぶりに使ってるんですけどね、この勇者とかいうギミック、勇者とかいうギミックなんか5億年ぶりぐらいに使った気がするわ。なんか最新だとどこに入れたっけなっていうレベル。ああ、相手はこれはなんか光ってはいそうな気がするんですけど、無限法要とかですかね。打たないってことは、ここまで打たないってことは無限保養なんじゃないかって説あるんですけども、はい。で、まあ、一応、グリフォンライダーを特殊召喚してから、ニミルケアしつつ、エクシーズ召喚までつなげていこうか。OK。まあ、ドランシア、これさ、十二獅子のプレイング、あんま分かってないんですけど、これ、ドランシア、とりあえず重ねてエンドするだけでいいの？それともなんか下に重ねた方がいいの？これ。アナコンダもう死ねえな、これ、多分。アナコンダ死ねえから上でいいか。フュージョンデスティニー引いてるからね、アナコンダ多分しないから、上でいいかなっていう説あるね。で、フュージョンデスティニー爆発させて、さ最後締めと言わんばかりに、ついでに出てくるモンスター。もう最近はもうあんま見なくなりましたね、これ。こいつも、あんまり最近見なくなりました。ここも結構久しぶり使ってるの。勇者デスティニーのセット使ってるのめちゃくちゃ久しぶり。なんか嬉しい。まあ、これ一応3妨害は3妨害。あ、まあ、裏らあるから4妨害。で、B セットドルドブルマーか5妨害？そんな5妨害で構えていいのこれ？ 5 妨害って数えていいの？知らんけど。
あんまですね、質はあんま良くない、妨害のこの時そんなになんか、あー無限法要か、やっぱりそうだな、はいはい、まあこれは普通にぶん殴られるだけかもしれないんで、まあ一応グリフォンライダー発動、まあ参戦キアスなら発動してんだけど、まあ一応発動するか、発動してまあ最悪こいつがぶん殴られたりとかしたらいなくなっちゃうパターンがあるんでね、一応発動するんですけども、まあ、これ参戦の際ケアできないですよおじさんって言われる可能性ありますけどね、はい、まあ参戦の際って言われたらもうあの自害するしかないね、自害するしかない、自害、もうあのデスフィードドランシア両方とも消すみたいなゴミみたいな動きなんだけど、あーマイフレンズか、なるほどピュネ了解、今ピュアリーどうなんだろうな、まあさすがにウララ打つよな、はい、マイフレンドはウララ、まあマイフレンドそもそもデリシャスが確定じゃなくなってるからね、まあ確定サーチじゃないんだけども、あー墓持ってるか強いな、なるほど、はい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 、まあそれは無効にできないんで、まあ、関係ないです、あマイフレンド破壊してよかったか、やべミスった、マイフレンド破壊してよかった、ちょっとミスったマイフレンド破壊してよかった、やばいかこれ、このプレミ響いてくるやつ、このプレミで負けるパターン結構ありますね、こうやって動画がどんどんボツになっていくってやつになるんですけどね、さあピュアリーリリー、はいはいはい、なるほどリリー召喚か、なるほど龍一、速攻魔法は手札が減るからとりあえずモンスターを召喚、はいリリー、まあここでね白が確定でサーチできないってのがうざいよね、もうここ白確定でサーチできん問題、それはいいです、はい、さあストレイピュアリーストリートピルト魔法を対象に取らなくなるので、一応ドランシアだけ効かなくなるな、ドランシア無理だけど、まあデスペにはいける、ドランシアは無理、まあドランシアはでもまあリリー殺せるからまあいいか、さああデリシャス持ってんのか、強えな、なるほどいいだろう、いいだろう、手札捨てろバカだれ、手札捨てやがれバカだれ、捨てるカードが暗黒界とかいうオチやめてくれよ、あぶねえピュアリープ、オッケー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 で、ピュアリープでピュアリー出てくるで白ピュ効果発動する、めくんないでくれめくんないでくれ頼むめくんないでくれ、はい、あめくられていく、しっかりとめくられていく、しっかり目にめくられていく、でスリーピーメモリーオッケースリーピーメモリーで、リリーの方から効果発動。デリシャス。ま、さすがに無理だね。さすがにドランシアの効果発動。対象は、リリーちゃんは、ぶっ壊したいです。重ね掛けした方がいいよな、じゃあ。ハッピーでしょ？いやデスミーではなんかさすがに、ちょリリーはちょっとやめよう、やめよう、リリーはちょっとやめよう出てきたやつ破壊したところで結局マイクレンドで回収されるしね、ちょっとさすがにリリーを破壊しよう、こうして一応アーゼウスが飛んできてもいいようにデスミーは墓地に逃がしておきましょう、墓穴2枚はねえだろう、で一応多分これでまあモンスター出てくるぐらいか、で白ピューカー出てくるぐらい、白まだいるよね多分デッキの中に、あーオッケー了解で、ピュアリリリーの効果は発動できないが、で白ピ効果でこれ当てられるとめんどくさい、当てられるとめんどくさいで、デスティニーヒーロー、デスティフェニックスガイ、これなんで未来竜王とかまだ入ってんのかな、今のピュアリーってちょっと構築わかんないです最新の、うわ当てていく、まあ、そんなにあんま今関係ないか、言うて多分これ乗せられるぐらいか、これどうすんだろう相手、なんか普通にエクシーズすんのかな、11でそれともなんか上に乗るのかな、ちょ分かんないですね、でプリティメモリー見せつける、あーなるほどね、そっちになるんや、ま、これはでもまあそんなにビューティー、はい、ま、今あんま関係なくて、今あんま関係ないで
殴ってくる感じか。もうだやることないもんな、これな。耐えたか。一応ギリ耐えたくせえな。オッケー。あ、リンクリボー、なるほど、耐えたな、耐えたわ。これは完全に、うわー、リープ効果ね。はい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 、いいでしょう。で戻す感じね。はい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 、戻す感じ。オッケー。そこで使うんだ、なるほど。これはじゃあ除外した方がまあさすがにちょっと白を除外させてもらって、でこれドルイドブルム結構鬱陶しいんじゃない。これ相手多分アーゼウス乗る気だよね。多分アーゼウス乗る気なんだけど、アーゼウス乗るとドルイドブルムで吹き飛ぶんで相手結構うざいと思うんですよね、これ。はい、バトルフェイズいいでしょう。で、はい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 、いいでしょういいでしょう。それ速攻魔法を抱えて聞き流し風潮でよかったんじゃない。入ってないのかな、ランク1みたいな。入ってないことある、ないよね多分。神羅の姫目ぐらい入ってんだろ。エクシーズ、ダウナードマジシャン、はい。でダウナードマジシャニング、上重ねてアーゼウスだよね。でアーゼウス全部流すのかな。いや多分大丈夫だぞそれは。はい、オッケー、了承、全部流す。全てが流されてドルイドのお前もどっか行く。大丈夫かお前、俺にはまだ墓地のリソースってもんがあんだぜ。なんでかっていうと、さっき俺は逃がしておいたからな、デストロイフェリックスがよデストロイさんを逃がしておいたからな。ドロー、ラビーナ、なるほど、出そう。ダッシュ外の効果、ああ、噛み合ってる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 。で、スタマイフェイズ、デストロイフェニックスが戻ってきます。よいしょー、オッケー、よし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 、これはだいぶ強いぞ。で、一旦これはライカ出しに行っていいんだな。ライカ出し行く墓地から蘇生の動きだな。ライカ、オッケー。で、ライカ効果発動、800打点とかだからもういいよな別に。これ上重ねてさ、そのラビーナ下に置いといた方がいいとかそういうのあんの。ちょっとねこの辺よく分かっておりません、12指示のプリングが。でこれでドランシア特殊召喚して順12の動かし方あんま知らねえんだよな。でタイグリス出して、これ打点ゼロになっちゃうもんな。はい、一応あれかな、一回なんか適当なやつ挟んでからライカしてタイグリスにして打点残しておいた方がいいのかな。タイグリス効果と、これあれですね、フィールドの十二支モンスターの素材を墓地から供給するみたいな効果あるんですけども、タイグリス効果使って、オーバーリミット一つ使って、ドランシアに素材供給します。で、こうするとドランシアの効果が一応相手のターンで復活するんで、一応フリーチェーンと破壊が飛ばせるという感じでございますな。で、ディナイアルガイを、出して、はい、でディナイアルガイ効果いいや。で、もう一回ドランシア出しといたらいいんじゃない？これ名称してないよな。ダブルドランシアだわこれで一気になったらでかくね。ダブルドランシア強いだろ。ダブルドランシア、相手のカード3枚剥がしていくぞ。これ相手のターンに相手のターンに相手のカード3枚剥がす、強すぎんかこれ。メインツー、いやこれさすがに何もできんでしょ。ういー、でエンド。でこれダブルドランシア強で、効果復活。はい、これはね圧倒的破壊王と言っていいね、これは破壊能力えぐいっていう。さすがによし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 、おお、まあ、まあ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 やれるか。あー、ユニコーン、ユニコーンはさすがに無効でいいんじゃないですかね。ちょっと高校まくり の最強札アーゼウスを抜かれるのをしゃくらんでね、これちょっとエフェクトウェアラーぶち込みましょうといったところ。さあ、パーピアスもうららするぞ俺は。なに、なに、なに、オーガ、オーガ、はい、これどう
うなるんだこれ。ランク7、これトマホークとか言われたらやばいんだけど。アクシャトリアシャングリア。オッケー。まあ、トマホークって言われてもあれか。いや強っ。待って、やばい、普通に展開されてる、やばい、普通に貫通されそう。待って貫通されそう。あ、オッケー。まあ、グリフォンライダー飛んでないからまだいいか。グリフォンライダー飛んでない、ディスニーヒーロー飛んでない、まだ大丈夫、なんとかなる。はい、で回収して出てきて、でユニコーン出てきちゃった、まあ、こっからもうモンスター効果じゃ使っちゃダメだな。ちょっとできればですね、アーゼウスを残しておきたいので、あー、ライズハート、オッケー、了解、了承しました、了承でござる。あー、マイルドね、割とマイルドめのフュージョンディスティノン来ちゃった、強い、まあ、強いけども、これ、いや、これ使ったらあかんな。これ使ったらあかん。これ使うと、ユニコーンでアーゼウス吹き飛ばされて世界終わるんで、これ一回スルーでよくて。これ多分何出てきても大丈夫じゃない？これさ、いや、待って、これワイルドボーでよくね？これワイルドボーでよくね？モンスター効果1ミリも使わないでバトルするわ。12獅子なめんな、マジで。高校の12獅子なめんな、マジで。バトルフェイズ。これえ、マジ、モンスター効果一回も使わずにこのまま余裕でまくれるんだけど、マジ強いんだよこれ。順番どうでもいいわ。ドランチア、ま、2ミリ打つなら打てみたいな話あるな。ドランチアで、ライカこれやばいこと起きるぞ、やばいこと起きんじゃねえかこれ、おい。で、上重ねてタイグリス、はい、でこれで素材4個で、これ素材5個一ミリも効果使わないで6歳のアゼンセのやばい、やば、これで強っ。さようならクシャトリナ君、楽しい人生だったよ。アライズのせいで除外されっからあれか、なんか除外されても別にいいやつ、外しちゃいか、なんかどうでも、もうこれいらない、さようなら、さようなら、ブルブルーン。かわいそう。で、ヒューデスバチコリ打って。強くね。マジで、これ何の効果も使わないで、6素材アーゼンスの強すぎだろ。マジやばいな。一応だから除去効果が多分ないとダメですね。今のだからアライズハートの素材が3個になってない時点で相手負けです。はい。3個になってて初めてゲームになるって感じかな、この手札だった場合はね。クシャトリラバース、はい、いいでしょう。バース効果、まあ当たり前に破壊しますけど大丈夫です、当たり前に破壊しましょう。そんなカード許されるわけねえだろ。はい、でモンスター出てきた瞬間にアーゼンスで流しちゃうからな、マジで勝ったな。ああ、あ、フェンリルさん、はい、あー、噛み合った。ダッシュ外でフェンリル出せるのクソ強え、おりゃーっとがー強え、まあ、12獅子全然関係ねえ盤面できたけど、まあ、こういうデッキなんでしゃーないっすね。はい、まあ、ガンマとか振るのもしゃぐらんで、もうこれで攻撃して勝ちですかね。はい、バトルフェイズいきまーす。対戦ありがとうございました。いやー、これクシャトリラ相手にはだいぶ強えぞ、この盤面まくれる能力は。あーと、グリフォンライダー、ラムラム、フェンリル、ディナイアルガイ、まあ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 、ちょ、やっぱヒーローめっちゃ引くな。あのアナコンダ出張のさ、パターンと違ってさ、エクストラ圧迫しないけどさ、デスペニアだけだから、メインデッキすげえ圧迫するんだよね。ディフュージョンデスペ2枚と、ディナイアルガイとダッシュガイっていう枚数で4枚ぐらい圧迫するんで、でしかも4分の2で引いたらザコイカードなんですよね。なんで、ちょっとさすがに厳しいなといったところですが、楽園劇場デスペア、珍しいカード入ってるね。それ入ってるデッキ、最近なかなか見ないけど、ああ、そういうことか。ルシフェル、なるほど。打点しか。珍しいな、めちゃくちゃ珍しい。これなんかマスターデュエル最初期の頃のデッキじゃん。
だから今もっと最新のデッキありますよ。楽園使うんだったら。クエムとか実装されましたけど。先生、もしかして縄文時代からやってらっしゃった？いらっしゃいました？まあ、盤面は強えな。普通に。こいつ最初取れねえんだよな。まあ、アーゼウスで流せるけど、全然。え、つながったし、どうぞ。まあね、ああいうモンスターは全員、アーゼウスに無力と言われてますんでね。はい、すべてを吹き飛ばして差し上げましょう。階段、あ、強えな。ハンドは強えな。ハンドは強い。普通にな。はい、やばすぎ。盤面並べすぎだろ。これ、なんだこのデッキ。やべ。影の光。やべやべやべ。え、光属性。やべ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 。ちょっと待って、待って、待って、待って。やめろ。やばい。やばい。助けされる。そういうタイプのデッキね。ちょっとやべやべやべ。シュ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 。グリフォンライダー出せ。グリフォンライダー出すしかねえ。ちょっと待って。シュ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 。ザ・ワールド時を止まれじゃないんだよ。ちょ待ってくれ。ちょ落ち着こう。遊戯王をしよう。落ち着いてください。落ち着いてください。ちょっと待って、遊戯王をしましょう。先生、先生。遊戯王をしましょう。おかしくないですか。しかもコイントスそれ当たるかどうかわからんやん。2分の1やんそれ。2分の1やんけ、うざいな。2分の1引いてきてもうざいわ。階段コピー、お前しめえ動きしてんな。打点足りとるやんけ、バカタレが。クソ上振れ上等運ゲー仕掛けてくんのやめろマジで。なんだこいつ。